ガリ君、飛び出せダブルグレープフルーツ味を紹介します。グレープフルーツ、果汁、果肉 50%、 外側がグレープフルーツ味のアイスで、その中にピンクグレープフルーツ味のかき氷とプニプニのゼリーとつぶつぶの果肉が入っています。ガリガリ君特製クオカード当たる、当たりはこんな感じです。せーの、おお、外側が黄色で中がオレンジっぽいです。いただきます。硬い。わ、おいしい、グレープフルーツだ。冷たい、冷たい。あ、グレープフルーツの苦さもちゃんとあります。苦い。苦いです。酸っぱさもあります。おいしいです。おいしい。グレープフルーツ好きなのでおいしいと思います。僕もいらない。もうゼリーが入ってたね。あ、これゼリーじゃない？ゼリー。口の中で溶けるとプルプルになります。本物のピンクグレープフルーツとかグレープフルーツよりもすごい酸っぱいです。本物よりもちょっと苦い。酸っぱい。外側の方が苦いです。おいしい。ゼリーおいしい。うん、ほんとゼリーおいしい。顔。何？ママはすごい美味しかったって言ってるけど、子供にはちょっと酸っぱいです。目がね、目がない。目がね。これがゼリーで、これが果肉です。結構いっぱい入ってました。ごちそうさまでした。フルーツのガリガリ君、ダブルグレープフルーツ味でした。バイバイ。